留岡孝介、留岡孝介は、日本の社会福祉の先駆者で、官会員教育の実践家。東京家庭学校、北海道家庭学校の創始者として知られる。石井十二、アリスペティアダムス、山室群平と共に、岡山四聖人と呼ばれる。備中国高橋に生まれる。吉田万吉、留のこの六人兄弟の次男として生まれ、生後間もなく、留岡家の養子となる。 止め家かけは、米屋を営んでいた。子供同士の喧嘩で武家の子供を怪我させ、飽きないに支障が出て、養父から厳しい石棺を受け、家で、高橋にある日本キリスト組合協会のキリスト協会に逃げ込み、そのつてで福西シケ子のもとにかくまわれ、さらに福西により、岡山市にいた金森通林のもとに保護され、後18歳で、城大地新牧師より、 正式な洗礼を受ける。徴平検査は、不合格、1885年同志社へ、学校別科進学科法護進学課程に入学。新島城の教えを受ける。京都での学生時代、徳富六花と交友を結ぶ。彼の小説、黒い目と茶色い目の中に登場する、法護進学の富岡くんは富岡がモデルだと言われる。1888年卒業後、福知山で、 教会牧師となる。1891年北海道、三笠山村一基地の空地修士館の教会師となる。1894年から1897年にかけてアメリカに留学。コンコルド管下監国で実習。その後、エルマイラ管下監国ではブロックウェイに直接指導を受ける。帰国後、国内でも管下院の設立のために奔走する。 1899年、ようやく資金の目処もつき、菅野に土地を購入し、家庭学校を設立。富岡は、また、牧絵社として霊南坂教会に所属し、キリスト教新聞の編集を行った。1900年、最初の妻であった夏子と死別。後、高橋時代のつてで順正女学校卒業後、菅野家庭学校に就職していた寺尾菊子と結婚。 1914年、北海道上雄別村座社名淵に国有地の払い下げを受けて家庭学校の文校と農場を開設。1915年11月9日、蘭寿法賞を受賞。1922年には神奈川の茅ヶ崎にも家庭学校の文校を作るがこちらは間もなく関東大震災で建物が倒壊して1933年閉校となる。 富岡は、この間、北海道と巣鴨を行き来しながら、二つの学校を指導監督する。1931年巣鴨の家庭学校本校で、法教50年を祝う感謝の会が開かれ、彼は、徳富祖宝と会談中に脳一血で倒れる。1933年に菊子夫人が死去。富岡は、家庭学校の名誉校長に就任し、現場から退く。 二代目の校長に就任したのは、牧野寅寺である。1934年2月5日、旧友、徳富廊下の住まいにほど近い東京、上祖志賀屋の自宅で死去。富岡の死後34年経って、北海道家庭学校は、1968年社会福祉法人の認可を受け、東京の家庭学校から分離、独立した施設となった。ただし、富岡自身は、 眼下という故障や概念を不遇ゆえに職法に追い込まれてしまった子供に対する大人と子供という力の上下関係をもとにした癒しい意味での慈悲の現れと嫌っており自身の事業は個人の考え方を論もなく押し付けて返させる眼下などではなく子供に家族のあり方や人としての愛情を対等の立場から共に論を立てて教え学び合うための家庭教育であるとしている 勘会員としては、これ以前2885年に、高瀬神経の東京勘会員、その翌年1886年の千葉県仏教、各修人連合の千葉勘会員がある。前者は神道、後者は仏教精神によるもの。ただし上述の通り、留岡自身は眼科という概念を嫌い、それとは異なる勘科概念の構築を目指したため、それ以前の 感化教育と家庭学校以降の感化教育を同一のものとして扱うべきかは意見が分かれる。官報第993号大正4年11月23日。ありがとうございます。